はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？ババーン、今回はかの有名な東海ネクサスのヘッドコーチ高木さんご愛用のリストバンドの紹介です。ほらね、写真まで送っていただきました。こういう感じでインスタにもねアップしていただいて非常にありがたい次第でございますけれども、こちらの方ですね、普通の今までのね、パイル地のものではなくて、これはポリエステル、ポリウレタン、伸縮性のある、こういう感じ。綺麗に、これね、フラットで、縫製してありますけれども、これ消化ですね。消化の生地、よく伸びる消化の生地というふうな形で考えていただいて、内側はこういうふうに汗吸いやすいようになってますね。ポリエステルなんで、繊維と繊維の間にこうキュッとこうね、水分を吸収する、吸汗素材なんですけど、ポリエステル自体の繊維は吸わないので、洗濯するとすごく早く乾きます。だから、吸水速乾の素材ということですね。柄はこんな感じで、この前見せた、何だったっけ、ネックウォーマーみたいなね、そんな生地になってますけれども、こちらの方が、頂戴税込み、1760円でございますね。ちゃんとペアで2個入りです。お値打ちじゃないですか。素材は、ポリエステル 82%、ポリウレタン 18% ということでございます。ポリウレタンってこのキュッキュッて伸びるね、繊維のことを指しますけれども。はい、いらっしゃい。はい、こんにちは。はい、どこまででしたっけ？今ね、お客さんが、中学生のお父さん、子供さんとお父さんがね、グラブ見に来られて、どうぞなんて写真撮って帰れますけどね、検討中です。あ、これね。で、カラーは、こちらがネイビーブルーですね。それからレッドもあります。レッドもちょっとお見せしましょうか。リンリンリン、赤かっこいいな。やっぱロリングス赤のイメージだな。レッドこんな柄です。それから定番といえば、誰でもどんなユニフォームでも合いやすいブラックということになりますね。ブラックこんな感じ。ブラックグレーかな。うん。それで、サイズ感、うちのお客さん、華奢な人も多いんで。ねえ、赤だるまさん。私がはめて、どんな感じかお見せしますね。こう、ちょっとこれでも余裕がある感じかな。シワが、寄るんでね。私も赤だるまさんみたいに華奢なので、目安としてちょっとね、やってみますけど、これ、グリって、手首周りですけど、一番細いところで、19ぐらい ?19、あ、違うな。ギュッて引っ張ったら、17か。うん。で、ここは、25ぐらいか。17ではめて、これぐらいの感じなんでね。参考にしていただければと思います。高木さんはね、体格がいいし、スポーツマンの感じだから、あ、すごいぴったり似合ってるな。標準ですね、これね。高木さん基準で作られてるような。あ、高木さんちょうどいいな。うん、まあ、そんな感じなんですけどね。まあ、ご興味のある方また言っていただきましたら、当店の方3色ご用意しております。それでは皆さん、さようなら。じゃじゃーん。あ、じゃじゃーん。
はい、タンちゃん食べる？食べるの？食べる？よし。それでちょっとね。うん、わかる。硬いろ。うん。はい、ないよ。お父さん。お父さん。いい、いい、もう。ね。お父さんね。